はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。PC88 のクイズをやっていきたいと思います。ちょっと調べてまいりました。ここから先はね、遺跡の4にとりあえず向かわないといけないようです。私は何度か遺跡の4は行ってるんですけどね、あそこに一つ、鍵があるようなので、もうね、私が今まで行ったところにはもう行ける、行って何かする場所がないんですね。ないということなので新しい場所に行かないといけないんですが、それが遺跡の4絡んでるみたいですね。ちょっとごめんなさいね。あら、あ、しまった、閉じちゃった。あらららららら、あらららららら、あらららら、あらららら、あら、まあ、いっぺん帰るか。出た方がいいと、出た方がね、いいかもしれないんですけど、一度帰りましょう。ワープはね、アーノルド君のペガサスワープの方がいいですね。で、再度、あ、そうだ、せっかく戦ってるから、難しいなぁ。いや、ちょっと一回出ましょう。最後のワープポイントというのは、これ4番なんで、ワープポイントの仕掛ける場所がちょっと、なかなか難しいですね。これこっちでいいはず。で、ここを入って、こうですね。で、これが2つ目の町だったかな。なので、これを入ればいいと。ただ、待てよ。もうね、ここに、とりあえず、久しぶりに、私の、あ、そうだ、もう宿屋のとこまで行ってる方がいいね。せっかくなの泊まっちゃいましょう。で、いつの間にかね、多分さっきだと思うんですけど、さっきのパートだと思うんですけど、これがね、二つ目の目が埋まってます。私全然気づきませんでしたけど。で、ここで、私のシグナスワープはもうあの場所はいらないんで、使ってセットしましょう。これまたワープしちゃって偉いことなんでね。で、セットして、ほんとこのワープのおかげですごい助かりますね。てか逆にこのワープがなかったらこのゲームかなり辛いものになると思いますね。で、遺跡2に入りましょう。これね、遺跡2で、遺跡2の、はい、あ、これ遺跡2じゃないわ。あ、違った。違ったね、ごめんなさい。やっちゃった。やっちゃった。そうだ、私普通に遺跡3行けるんだ。あー、しかもこれ私のワープ変えたの大失敗でしたね。あ、こっちじゃない。あー、やっちゃった。あそこからじゃないとダメなんだわ。いやー、これやっち、あ、あら？ここの遺跡、どこ？お？違うね、この遺跡はね。これどこの遺跡だっけ？あ、これ一番最初の町か。あらら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 ら。あ、やっちゃいまくりですね、これね。うわー、ここ走らないといけないの。ちょっと待って、走らずに行ける方法ないかい？あ、行ける方法あるね。こっちから回った方が絶対いいわ。はい。いやー、ほんと方向音痴に困りますわ。で、これでこうだね。あ、待てよ、これ行ったら4番まで行ってまうのかな。あ、あ、う、あ、この方が確実だね。ははは、地図全然覚えてないですね。で、こう来て。いやー、ほんと方向音痴ね、私の方向音痴筋金入ってるでね、もう参っちゃいますわ。
まあただこのね、昔の街に行ったり来たりするのはいいかなと思いますね。ここです。ここ、いやその前に確認してくべきだね。ここが3番目の遺跡のはずなんですよ。これがね、ああ正解、3番目の遺跡なので、じゃあめんどくさいからここでとりあえず私のシグナスワープをセットしましょう。これでまたワープしたらえらいことになるんでね。さあでこっちの A に入りましょう。はい、ベアードさんも懐かしいね。この A の遺跡、めんどくさいんで使っちゃいましょう。もう攻略ページを読んだんですけども、攻略ページに書いてましたね。もう一番いい途中中盤からはもう装備よりもこのデストロイヤーを手に入れることを心がけましょうみたいな感じでね、書いてましたね。確かにその通りだと思いますだね。でこっからですね、入りまして、とね、強くなっちゃったと。しかも先制攻撃ね。はいと。はい、よくしょう。で、こっちを下ります。で、このまま上行けばいいのかな。そう、上に行けば、遺跡、4番目の遺跡にワープできるんです。で、私はこのまま4番目の遺跡に向かいまして、ちょっとお待ちください。ここは何度か来たこと、ないか。来たことあると思うんですが、ここか、もう一本道だね、これね。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。ここからは一本道のようですね。でも敵は全然、強くないんで、私来たことある気がします、ここは。ただ、こっから外に出たことはないんですよね。なるほど。ドロってたの？ドロってたんだね。お、ちょっと待ってね。うわ、これ結構ややこしいね。ちょっとごめんなさいね。私どうなってんの？こうか。で、ここを降りるでしょ？で、そうすると、ここか。いや、ですけど、ほんとこれよくマッピングしてくれてますね。非常に助かります。で、こう降りて、でも敵はめちゃくちゃ弱いので、でもこんな感じですね。敵にも先制攻撃されるもんね。はい。で、ここを抜けて、で、このワープポイントに入ると、どこに出るのかな？ここか。で、もうこの辺から一本道ですね。非常に間違えにくいので、マップさえあればね。これマップがないと大変だったんですよね。私もね、別の遺跡でしたけど。で、
ああ、これでここか。で、これで、ああ、さすがにこう、あ、いやいや、強くなってないね。あら、ずっとこのパターンでいくんだね。正直、ここら辺だったら敵めちゃくちゃ強くしてもいいと思うんですけど。で、これでやっとこ出ます。出れません。見逃してくれませんでしたね。あ、そっか、このゲーム MP を回復させるっていう術がないんだね。止まるしか。あ、私がレベル上がりました。 あんな雑魚でレベルが上がるっていうのはなんか、あー、よいしょ。じゃあデストレイ行きましょう。で、これを出ると、あー、これ今私遺跡 B というところにいるみたいですね。言うなれば、はー、あ、いや違う、遺跡 A にいるのかな。いやいや違うね。あ、なんかややこしいな、これ。すごいややこしいですね。で、出ましょう。で、この右側がね、遺跡 A になるんです。この右側がね、まあ、ここは一番最初に来たところの遺跡から出れるんですけど、出たところで全然意味がないという。で、ここで今度遺跡 C に向かわないといけないのね。はいはいはい。でも敵こんな弱くていいの？ということはあれか、弱いうちでもここまで来れるんだね。まあ私一時遺跡で全然地図分かってなくてえらいことになってましたけどね。もうワープしまくってわけ分かんなくなってたんで、この遺跡4にも来てると思うんですけど、ここまでは来れなかった気がしますね。来れなかったし、もうその頃にはここを探索しようと思う頃には、もう、あの目標が見つかってたという感じですもんね。で、これは、あ、一本道じゃないね。あ、でも一本道に近いのか。はい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 。で、はいはいはい。で、こういって、あー、で、デストロイヤーだね。で、これで今度遺跡の D にワープするそうです。ああ、ここか。で、ほいほい。で、ここから、おう、デストロイヤー行っときましょう。あ、イザベラさんレベル上がりました。これ待てよ、最後のボスも魔法合戦になったらどうす、魔法合戦できるのかなと、思いましたね。はい。で、ここで階段がありました。で、上り階段を上りますと、お、あ、そういうことか。
ああ、これで登って1階に、ここが1階みたいですね。地下だったみたいですね、先ほどはね。で、ここで、今のところ下に行くと出口みたいなんですけど、そこは行きませんと。いや、ちょっと待てよ。今ここで頭を使わないといけないなと思いまして、はい、これよくよく考えてあれだね、ここでね、アーノルド君のペガサスワープをセットしましょう。使うセットね、はい、で戻りましょう。これでもう遺跡がすべて、あ、違うわ、まだ遺跡行かないといけないんだわまだ遺跡に来ることがあるんですよね。トヘロス欲しいね。あ、ここは私がこれね、おお、違う違う、これね、本当に私とアーノルド君の MP さえ枯渇さえし、 MP を枯渇さえさせなければ、本当そこだけ間違えなければ、もう回復し放題だね。ホテルに行って帰ってきて繰り返せば、しかもセーブまでできるという。あ、もうこのアーノルド君が入った段階であれですね、もうほぼ詰まなくなる、詰まなくなるというか、かなりもう回復にはこと書かなくなりますね。あとはとにかくこのワープが使える2人の MP をなくさせないこと。あ、でも道具だからいいのがなくなっても、イザベラさんが最終的にはワープ使えてもいいんだからね。ああ、もうほんとね、なんだろう、やっとグライアの力を持つ勇者に会えた、古代の剣をそなたに授けようと。老人がくれた剣は今までに見たどの剣よりも軽くて頑丈そうだったと。で、古代の剣、これはね、イザベラさんに渡しましょう。これ捨てることもできるんだよね、きっとね。で、ステータスイザベラさん見てみましょう。ストレングス115ですね。いや、もうイザベラさんの方がね、私よりも断然当たるんでね。115がどこまで伸びますか。あ、10だけ上がるんだね。で、道具でアーノルド君の、あ、待てよ、これ私のペガサスワープ使うって一回戻ろう。あ、シグナスワープだ。あ、あ、驚いた、あ、驚いちゃった。で、ここだね。で、ここで私のペガサスワープをセットしましょう。忘れないうちに、さっき宿屋だね。宿屋どこだっけ。あ、この町に白のあれがあるの分かる気がする。白の扉ね。さあ、あ、で、ここで、道具で私のシグナスワープを使うセット。ああ、もう時間だいぶ来ちゃったね。この辺で終わっておきましょう。88のクリムゾン、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。